株式会社ビー e ングは1978年に東京都港区に設立された音楽制作会社、レコード会社及びアーティストマネージメントオフィスであり、現在は音楽事業に加え、不動産投資事業も主体となっている。創業者は長戸博之。ビーインググループと呼ばれ、ギザスタジオ、バーミリオンレコーズ、B 企画室、MRM、ザインアーティスト。 同時マリバーフォーラム、ビープラネッツなど、関連企業約60社以上を参加に持つ企業集団であったが、現在は当社を中心とした関連企業に再編され、関連企業は約40社ほどに縮小されている。1978年、オフィス2-1を独立した長戸博之が長戸個人と海老名俊則と悪友の出資により、月光、絵梁、織田哲郎、 アラントモコラと設立した音楽制作会社。社名の由来は、長戸博之の大イコールビッグの B と、エビナトシノリの E を取って、ビリングとした。設立から1年後、長戸はこのまま続けても赤字が増えるだけだからと、エビナトシノリと悪友の出資分を買い取った。現在は、レコードレーベルやマネジメントから販売も行う、大手音楽プロダクションに成長。チューブ。 ビーズ、ザード、クラキマイ、大クマキ、ワンズ、ティー・ボラン、ティーンなど、最近では、ブレイカーズ、新山・しおりなどの音楽制作をしていることで有名。1990年代初期から中期にかけて、オリコンチャート上位を所属アーティストが独占し、業界の7%もの売り上げを独占するなど一世を風靡した音楽プロダクションの一つ。当初は、小さなマンションの中にある、 音楽事務所であったが、関連小企業約60社を持つ企業に成長した。1993年においては、不況のそ中ビーイング系アーティストは450億円前後を売り上げ、業界の7%を占めた。ただし、こうした中でも大半のアーティストのテレビへの出演を断っていたという。同年の 第35回日本レコード大賞にも、ビィーイング系アーティストはノミネートされなかったが、ビィーイング側の関係者によると、音楽賞を否定しているわけではなく、スケジュールの問題で番組に出演できないだけとしている。なお、倉木舞が所属する、マネジメント会社ループが途中より、モデルタレント部門を設立、モデルタレント、俳優の育成、マネジメントにも進出したが、 現在はその大半の業務をホワイトドリームに移管している。1998年頃からは音楽事業からの資金を元手に不動産投資事業に参入 B プラネッツをはじめとした不動産市会社が大阪府大阪市西区北堀江周辺に30棟以上のビルマンションを取得、保有しヒルズパン工場のサーズデイライブなどによって北堀江を 若者の街に変化させた。この手法はそれ以前に東京の大館山町でも使っており大館山町の土地のほとんどを創業者である長戸博之が所有していた時期があり、若手の新進気鋭のデザイナーらに次々と出展させ、大館山を現在の資産価値ある土地へと成功させている。その後も関西地区での不動産事業を拡大させ、多く四ツ橋ビル、ホリエヒルズ、 アネックスギザ、ビーイング、四ツ橋ビルなど、ビルマンションを2021年までに約2000棟以上を取得。2008年には、大阪市福島区に多目的ホール、道島リバーフォーラムと、高級賃貸マンションリバーレジデンス道島を完成させた。不動産のほとんどは貸しビル、高級デザイナーズ賃貸マンション、貸し事務所などで収益の半数以上を、不動産収入が占めている。 かつては、ビーイング系といえば、大手の音楽プロダクションとしての認知度が高かったが2019年現在では、関西の不動産王と呼ばれるまでに急成長をしている。音楽事業、不動産事業、IT 事業のほか飲食業や、ライブハウス、音楽養成スクール、損害保険会社、デザイン会社、イベント会社、番組、映像制作会社、ローン会社、 オームなどの経営もしているグループ代表の長戸博之が全面プロデュースを行っていた80年代、90年代のビーイングは既存のアイデアを奇抜に組み替えて全く別のものを作るという意識であった。特に顕著だったのはアマチュアバンドと契約してプロデビューさせるのではなくオーディションで発掘したボーカリストを主体に完全にプロデューサー主導で結成されたバンドがほとんどな 点である。ビーズも含めて顔を合わせるまでお互いの蘇生も経歴、音楽思考も知らなかったケースもよくあった。またビーイングはクリエイター集団という特徴を最大限活かし、バンドやアーティスト自身の自作にはあまりこだわらずにグループ所属の人気ミュージシャンやクリエイターの作品をほぼ独占的に採用して分業していた点にある。現在は 一部を除きそのような傾向は薄れており、ビーズが K-POP のキムヒョンジュンに楽曲を提供したり、ビーイング所属クリエイター陣の小沢正澄が SKE48、アイステラブル、後藤浩二が乃木坂46、ガールズルールのシングル曲をそれぞれ作曲、編曲して、オリコン週間シングルチャートで1位を記録するなど、K-POP やアイドル作品を含めて外部に幅広く、 作品を提供している。レコード会社として、テレビアニメやテレビドラマ作品の主題歌をダイアップとして提供し、その主題歌のシングル CD の売り上げ貢献に寄与させる戦略を得意としている。これは、長期的に主題歌として流れるため、視聴者層へ楽曲を浸透させることができ、アーティストのファン層の拡大と関連商品に対する出費を惜しまない。 アニメファンによる購買が期待できることを狙いとしている。楽曲によってはタイアップするアニメのシナリオや世界観などを参考にしながら歌い手が作詞している。1990年代には刑事ドラマ代表取締役刑事やララバイ刑事シリーズへの楽曲提供、さらにチビマルコちゃんでの踊るポンポコリンが1990年の代表曲と、 なるほどのメガヒットを記録したのを皮切りに、1993年から放映が始まった、スラムダンク以降のテレビ朝日19時30分及び、枠以降の18時枠で、番組開始から1999年の終了まで、OP の一部を除き一貫して、ビーイング系アーティストが OP と ED を担当、楽曲が作品内容にマッチしていたこともあり高い支持を得た。また、 1996年から1997年に放映されていたドラゴンボール GT や1996年から放映が始まった名探偵コナンにおいてもビーイング系アーティストがほぼ独占的に OP と ED を担当してミリオンセラーが出ている。名探偵コナン以降小学館に連載される少年漫画を原作に アニメ化した作品とのつながりが強くなり、メタルファイトベイブレード、格闘美神ブルュー、プロジェクトアームズ、モンキーターン、メルヘブン、結界史、ゴルゴ13、天使な小生域などに放送開始時から、o p d 劇とも楽曲を提供している。これらの他にも多くのアニメ主題歌や、サウンドトラックの制作を担当している。またゲーム関連では、 テールズオブシリーズのテーマ曲を提供していた時期もある。アニメ以外でもビーイング系アーティストのリリースする曲の大半は CM や音楽番組、バラエティ番組、深夜番組、NHK オリンピック歴代、テーマソングなどとタイアップがつき、メディア出演をせずとも多くの人がテレビやラジオを通じて耳にするようになっている。テレビドラマ主題歌へのタイアップは2000年代には、 少なくなっている。1999年の倉木舞のラブデイアフター f t e r Tomorrow が全国のラジオ局でパワープレイされてミリオンセールスを記録したことをきっかけにアーティストデビュー時に全国のラジオ局と組んでパワープレイを獲得してプロモーション展開を図っている。なお、日本でいち早くヘビーローテーションを導入した大阪の FM802 では これまで、ビーイング系アーティストの楽曲が一度も採用されたことがない。FM802 の姉妹曲である FM 心では、ヘビーローテーションは設けられていないが、過去に、ビーズがマンスリーアーティストとして選ばれたことがある。今でこそ、プロダクション系、レコード会社は珍しくなくなっているが、ビーイングでは1991年から立て続けに、 専用レコード会社及びレーベルを設立している。インディーズレーベルも含む。1995年には流通販売も自社で行う目的で J ディスクを設立。これにより制作から発売、販売、宣伝すべてを自前で行う仕組みが完成した。現在、蒸気レコード会社及び流通販売会社は、ギザスタジオを除きビーイングに統合され、ザイン、B、 グラム、バーミリオン、ノーザンは、レコードレーベルの一つである。その結果、現在のレコード会社としては、ビーイングインクとギザの2社で統一され、各レーベルが付帯されている。運営終了レーベル専門レーベルの導入1990年代以降は、ビーイング出資による、レコード会社が次々に設立されてきたが、遡れば1980年代初頭より、 自社制作音源を供給する目的で大手レコード会社内に専門レーベルを設立した経緯がある。なお、ラウドネスボーイ、アラン・トモコ、秋元・直美ミ、浜田・マリ、チューブ・ビーズなど1980年代に発表された作品はビーイングが制作したマスターテープをレコード会社側が買い取った上で発売されているが、1990年代以降は ビーイングが原版系を保有し、レコード会社や音楽出版社と原版供給契約をしているものがほとんどである。また1980年代に発表された一部作品で、レーベルと合わせて原版制作を示すいで、ビーイングのロゴマークが併記されてあるものやクレジットされてあるものがある。エトセトラ、ビーイング系アーティストの楽曲のコーラスでは、上杉翔、生沢祐一、 近藤ふさのす坂井泉、うっとくけいこ、大黒まき、川島ダリア、小松美穂など、ビーイング所属のアーティスト同士で互いに、コーラスに参加していた。バードの大田慎一郎は、ザードの曲で、男性コーラスをしている。演奏においてもディメンションを中心に、自社ミュージシャンを活用している。作詞家、作曲家、アレンジャーが多数在籍している。公式サイトが開設され、 ビーイングミュージッククリエイターズに記載されている。1993年当時、ビーイングの拠点は六本木にあり、そのスタジオでの様子を、セピア調のジャケットや歌詞カードにして、TV 露出を行わないながら、アーティストイメージを印象付けた。レコーディング用マイクの前、ミキサー宅での作業風景、ギターやベースの楽器を持つ、ドラムセットに座るなどの姿を採用しているケースが多かった。 外部からクリエイターを招いて楽曲制作することもあり、松井フォロー、秋元康史、高鎮家、湯川玲子、大津明、上里の家、魔界の工事などが該当する。さらにグレーの拓郎が松本隆弘のソロ作品で共同制作をしたことがあった。最近では、早間武が離脱後もザードなどの楽曲を制作している。上記とは逆に、小田哲郎がマジック、 相川七瀬のプロデュースをビーイング外部で手掛けたことがあり、さらには松本隆弘が、宇都宮隆ミーシャカトゥーン、大島康介が、つばい、後藤浩二が、伊藤優奈の楽曲を手掛けた。楽曲の参加ではザードが、楠瀬のせ志郎、小田哲郎が、三くずき、ちライディングが、坂崎幸之助とのレコーディングでのコラボレートを実現した。 ディメンションは結成以前から誰かれ構わず主義であり、ジャニーズ事務所所属歌手のレコーディングに参加している。また、以前より外部プロダクションと進行があり、キックスは渡辺プロダクション創業者、渡辺進の長女渡辺美希と長戸が共同でプロデュースした。スターダストプロモーションとは、酒井泉、宇トク稽キーウエストクラブメネチラを送り出し、その密接な関係から、 ビーイング、スターダスト連合なる故障が一部で使われていた。スペースクラフト、ボックスコーポレーション等と進行があり、所属アーティストのサウンドプロデュースをビーイングが手掛けていた。スペースクラフトとは、ボンボンブランコ、岩田さゆり、酒井浦才華、ボックスとは、植木あや、高岡愛、過去には、フィールド・オブ・ビュー・リッツ・ CEO などが挙げられる。しかし、現在は、 それらのアーティストがすべて活動休止や遺跡となり、スペースクラフト、ボックスコーポレーション等との進行も薄れている。吉本工業とも交流があり、古くは吉本新喜劇、オールスターズ、2003年頃からフェイレイのアルバム、白い花とアワーグラスのサウンドプロデュースを長戸博之が手掛けた。1985年に設立され、大阪府に本社、 東京都に支社を置くアーティストモデルタレントマネージメントプロダクションブルースプラッシュや1983年に設立され大阪府を拠点に活動しているモデルタレントマネージメントプロダクションスタジアムプロモーション等と業務提携所属アーティストのサウンドプロデュースをビーイングが手掛けているブルースプラッシュ所属アーティストは青木光り、北原愛子、青井椿、北空美ウ 株式会社スタジアムプロモーション所属アーティストは菅崎あかね。もともと外部に所属するもビーイング系列のレコーディングには頻繁に参加する青木敏人、青山淳、江口忍、渡辺直樹とも親交が深い。下記の大型オーディション以外にも様々なオーディションを開催されている。バッドオーディションとはビーイングアーティストデベロップメントオーディションこれまで稲葉博士、T ボラン。 大黒巻、柴崎博高山聖樹、大田慎一郎、宇本直樹、桂原豊、高森健太、フープなど数多くのミュージシャンを輩出している。2011年にバッドオーディション2011を開催。スーパースターライトコンテストは、全国34局ネットの音楽情報テレビ番組、CD ニュースと、ギザスタジオ共同協賛のビーイングオーディション。 これまで多くのアーティストを輩出している。大阪グランドカフェで半年から一年周期に開催されており、グランプリ、準グランプリ、審査員特別賞、MU 全賞等の部門賞がある。開催時によって違うが、グランプリ1名、準グランプリ1名、審査員特別賞1名から2名、MU 全賞1名から3名という結果が多い。同オーディションがきっかけでデビューしたアーティストは、 アイナイ、リナ、雫さゆみ、竹井しおり、青井椿、白石ききょうと。トレジャーハント、ビーイングオーディション2012はビーイングが2012年、はじめに告知した、メジャーデビューが確約された、大規模オーディション。そこへ、しおりの名前で応募してきた、新山しおりが6月24日に行われた、最終審査で、オリジナル曲の、だからさ、と、シーナリンゴの、 丸の内サディスティックを弾き語りで披露し、審査員の高評価を得て、応募総数8000人以上の中からグランプリを受賞。メジャーデビューの権利を得て、2013年にメジャーデビューとなった。他の応募者と比較し明らかに飛び抜けた才能と歌声という評価。審査特別賞に、フンハキが受賞し、2015年にメジャーデビューした。映画主題歌女性シンガーオーディション。 フューチャーガールズオーディションからは2016年初めにビーイングが告知した大規模オーディション。グランプリ獲得者は2017年公開の映画、傷だらけの悪魔主題歌でのデビューが確約されていた。応募資格として、歌と用紙に自信のある中学生21歳までの女性と限定されていた。またこのオーディションではこの映画でのデビューができるネクストスターショーも同時に募集。 こちらも、女性限定。アーティスト部門、グランプリには7。審査員特別賞には、荒木優い、ネクストスター賞には、藤崎桃恵がそれぞれ受賞した。2016年に7は、リリー、エスブロー名義でデビュー。2017年公開の映画、傷ズガラケの悪魔で、藤崎がデビュー。2017年公開の映画、傷だらけの悪魔の演出プランで、急遽、 女性ギタリストのキャスティングが決定した。それに伴い、先に行われた女性シンガー主題歌オーディションのスピンオフオーディションとして平成生まれの女性ギタリストの緊急募集が決定。オーディション合格者は映画出演とレコーディングの参加が約束された。また、この演出には主題歌オーディションのグランプリの7も出演した。 2017年開催のビーインググループの大型オーディションで日本国内のみならず世界の舞台で活躍できる人材を発掘するのを目的に行われた。募集は性別は問わず25歳までで日本国内に限らず全世界から応募が可能となっており、合格者はビーインググループの全面的バックアップを受けデビューの準備に入ることが約束されていた。 2019年11月4日に、ビーイングと福岡にある、音楽スクールである、オンリードがタッグを組み九州、沖縄エリアから若い人材を発掘するために、行われる10代限定のオーディションである。参加資格は九州及び沖縄に住民票があり、2019年12月31日付で10代で、あること。アーティスト部門とアクター部門の2つに分かれて、グランプリが選ばれる。 アーティスト部門でのグランプリは、九州エリア限定1曲入りオリジナル音源で、ビーイングより CD リリースされることが確約されている。アクター部門でのグランプリは、上記のグランプリアーティストのメガボルトへの出演が確約されている。ビーイング関連会社、ループが途中より設立したモデルタレント部門には、2009年2月28日をもって閉鎖が発表されるまで、 聖コレグランプリを受賞した川原誠や退社後にミス日本を受賞した立花美希2005年4月から2007年3月までのオハスタの王はガールキャンディミントのメンバーに選ばれ倉木舞の PS 舞サンシャインの PV に出演した朝、朝と等が所属していたその後タレント部はホワイトドリームへ移行した現在 ホワイトドリームに所属しているタレントは、松村隆之介、小野匠、宮本秀光、秀光、長尾拓也、村山和美、深堀圭一郎、エレーナアン、千匹、春、ハ塚ズ修士等。東京大館山町での都市開発で成功し巨額な収益を上げ、その後1998年頃より、これまでに蓄えていた豊富な財源を利用し、大阪市内に、 多数のビルやマンション、駐車場などの不動産投資を始める。2008年に大阪大学医学部付属病院跡地に高級賃貸マンションリーバーレジデンス銅島とともにオープンした銅島リーバーフォーラムではデベロッパーから管理運営をするまでに成長している。その後も保有資産を増やし続け2019年現在までにグループが保有するビル、マンション、 駐車場などの不動産は関西地区のみだけで1500を超える。2000年代中期より音楽業界では CD の売り上げ不振が続き各レコード会社とも業績の悪化を余儀なくされている状況だが、それ以前に不動産投資に着手したビーイングはとても音楽プロダクションとは思えないほどのバイイングパワーを保持しており、音楽事業以外での収益の獲得に成功している。 不動産部門では株式会社 B プラネッツをはじめとした多数の不動産会社をグループの参加に従えている。発売元、販売元、株式会社 B イングバーミリオンレコーズノーザンミュージック二0 1 1年十月より、B イングがノーザンミュージックを吸収 B、グラムレコーズ B イングザインレコーズビッグ M 会、ニムレコーズ宮川アイリアシスト部販売元、 株式会社ビーイング J ポップをタウンジャズ D5 サクラミュージックザム系列の芸能事務所でアーティスト及びタレント、モデルのマネジメントを行っている。ただし、ビーイングが音楽制作に携わったからといって必ずしもマネジメント全般まで関与しているとは限らない。1999年4月に、クラキマイセ線用マネジメント会社として、ループを設立。しかし、 途中より、モデルタレント部門を設立し、モデルタレント、俳優の育成やマネージメントにも力を入れると、音楽一筋だった、これまでのビーイングを典型的に覆し、違った一面を見せるきっかけとなった。しかし、2009年2月28日をもって、タレント部門の閉鎖が発表された。その後、タレント部は、ホワイトドリームへ移行した。過去に、所属していた。 モデルタレントは、川原誠、立花美希、浅浅と。現在、ホワイトドリームに所属しているタレントは、浅浅と、本田京子、立崎博子、中村由美子、内田逸子、松村龍之介、小野匠と。直接、ビーイング所属ではないが、ビーイングに所属している人物がプロデュースしたことのある、アーティスト、ビーイングの作品やライブに関わったことのある、人物など。 ただし、該当人物が、ビーイングに所属する前やビーイングから遺跡、解散した後などビーイングと無関係な期間は除く。放送終了過去過去、ありがとうございます。